たのあっち側にかけます。手首を使っても。でそれに釣られてるだけです。人差し指をかけてる意識はないです。ちょっと揺れてる感じです。で、でででででで6回いきます。6連符ですから。そう。ビブラートをかけるのがかなりスピードがいると思います。これがでもダメですよね。やっぱりテテレレレレレってなってますから、今のも難しいと思いますよ。そのゆっくりでも難しいね。僕はイングはね3連符でかけるんですよ。ビブラートでラララララってね、その癖は最初に結構真似してたんですけど、よかった3で取れてないんですよ。イングはとにかく3連符のビブラートが得意なので倍の6です。これデレレ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 レ難しい。でこの2本こうこれに釣られてるだけの人足です。でそれを力を使わずしてここのテコの原理を使って、ここを上に上げる感じで、手首を下に下げる感じ。それから、ここの力点は上向いてるんですけど、ここを下げることでこういうふうに動いてるんで、だから力がいらない。だからここに支えがないとこれできないです。ここのここがあってこそここを支点にしてるんで、この動きそのものこれでは下足もこう一つここ引っかかりますけど、ここに今日うわやばいんちゃうそれ。あのやばいんじゃなくて、この皮このなんていうゴムがこう引っかかるってだけで僕は痛いんではなくて、お母さん、安心してください。痛くはないんですよ。汁がちょっとたまに出てきて汁がだからほら、やっぱり今日これ